立方体の外接球面初等幾何学における多面体の外接球面はその多面体を含みその多面体のどの頂点でも接する球面を言う。二次元の外接円の場合と同様多面体 P の外接球面の半径を P の外半径と言いその中心を P の外心と呼ぶ。外接球面が存在する場合でもそれがその多面体の最小方眼球面であるとは限らない。 例えば、立方体の一つの頂点とそれに隣り合う三、頂点のなす、四面体を考えれば、それは、元々の立方体と同じ外接球面を持つが、この四面体は三頂点を赤道が通るより、小さな球面に含まれる。とはいえ、与えられた多面体の三小方眼球面は、必ずその多面体の頂点集合の適当な部分集合の突方の外接球面になっている。 外接球面は外接縁の三次元における対応物である。任意の正多面体は外接球面を持つが、ほとんどの非正多面体が外接球面を持たないことは、すべての頂点が同一球面上にあるというのが一般には期待できないことから明らかである。外接球面は方眼球面、与えられた図形を含む球面の例を与える。任意の多面体に対して、 最小方眼球面を定義することが可能で、それは線形時間で計算できる。他に多面体すべてではないけれど特定の場合には定義できる球面として中点球面や内接球面などがある。正多面体には内接球面、中点球面、外接球面がいずれも存在して同心である。ありがとうございます。